グワカルオ、すぐはカルオのお暇なら映画でも。なんか今ですね、 YouTube をたまたま開いたら、なんと旧エヴァのね、アスカの復活のシーンが Netflix が切り取りを出しているということでつい見ちゃいました。いや、やっぱね、このシーンはすげえなということで、まあ、せっかく Netflix が、これもう結構前でもないけど、7月1日だから一昨日くらいになんか上がったらしいんですよね。なんで上がったんでしょうね。別に Netflix 前からエヴァ配信してたと思うんだけど、そろそろ配信が終わるとかそういう合図なのかな、わかんないけど、せっかくねこのシーン見つけたんで、ちょっと喋りたいなと思いました。まあ、このシーン、アスカが復活するシーンなんですけど、あ、概要欄に YouTube の URL 載っけてあるんで、もしよかったら、そっち二窓で見ながら見るとか、まあ、先にそれを見て、この動画見てもらうとかしてもらいたいなと思うんですけど、まあ、アスカが復活するシーンですよね。このシーン、まあ、すごいシーンで、まあ、本当に狂気に満ちているというかね、スタッフの皆さんの凄さというか、そういったものが感じるなと思うんですけれども、まず一番最初、子供アスカの手とお母さんの手が出てきて、それが握られたらアスカが復活するというシーンですね。まあ、これより前はアスカはもうずっと死にたいと思っていたわけですね。まあ、自分は世界には必要ないんじゃないかというふうに感じていて、自分の居場所なんかどこにもないと、もうエヴァの操縦だけが自分の、価値、この世にいる価値だったのにもかかわらず、エヴァも動かすことができなくなったということで、もう自分には何の価値もない、無価値な人間だ、生きている必要がない人間だというふうに思っていたところ、エヴァの中に母親というのを見出して、で、生きる希望を再び取り戻したというアスカのシーンですね。手を取ってハッとなるわけですね。ピカーン。で、この湖の底に落ちていた2号機がガーンと復活するというシーンなんですけど、あーって言いながらね。で、この船を持ち上げながら2号機が起き上がってくるわけですけど、この船の重量感ね、素晴らしいわけですね。まず船だけがこうガーッと上に上がってるのが見えて、そこから2号機がね、手で押さえているのが見えてきて、で、引きの絵になるっていう、ここですね。まあ、船の大きさ的にもすごくわかるし、周りのね、ビルとかそういったところの比較で船の大きさ、そして、まあ、2号機の大きさっていうのもわかるし、この船の重さを表現するっていうこともあって、船のね、先端と後ろ側が割れるわけですね、比重によってね。で、その復活した2号機に向かって戦略自衛隊がバン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 ミサイルを撃つわけですけれども、それに気づいた2号機がミサイルの方を向いて船を傾けて、その船で、まあ、ミサイルをこうガードするというか、そういったことなんですけど、この傾け方ね、傾けすぎるとズリズリズリって船が、まあ、手から落ちちゃうわけですね。で、その船が落ちないギリギリのところでミサイルをこう受け止めているっていうのが伝わりますよね、この絵から。このしっかり押さえているっていうのと、まあ、ミサイルが飛んできて、そのミサイルが船に当たるわけですけれども、この船の当たった時のこのね、ミサイルの着弾のこの迫力、まあ、ここ CG で書いてあると思うんですけど、これもすごいし、その後アスカがね、こうグワーッと戦闘モードになるわけですけど、アスカがミサイルの方向を振り向く、そして2号機の絵になって2号機が振り向くっていう、この、なんていうかな、アスカが振り向く、2号機が振り向くっていう、この時間差を使ってることで、すごく、なんていうの、全体的な重量感が出るわけですね。で、ここのシーンって全体的に実際の動きよりもスローモーションになっていると思うんですけど、このスローモーションになることによって重量感っていうのをさらに浮き立たせているというか、そういったところがあるわけですね。で、この船を投げた後の2号機のね、このなんていうの、この膝のつき方というか、そういったのも重いものを投げたぞっていう感じがすごくあるわけですね。この旧エヴァの劇場版って何がすごいのかっていうと、やっぱ重さをすごく表現するのが多分もう
二度と出てこないぐらい世界一、歴史上世界一重さを表現した動画になるんじゃないかと思うんですけど、本物以上に本物っぽく重いっていうのが伝わってくる作画でしたよね。まあ、このあたり、このなんていうかな、ちょっとした遅れを絵の中に取り込むことによって重さを出しているんだと思うんですよね。普通の作画だと、この戦艦を投げた後、もっと戦艦ってガーンって向こうまで飛んじゃっててもいいのに、投げた作画の瞬間はほぼ手と同じところに戦艦は、船はまだあるわけですね。普通あそこまで、この湖の端っこに、まあ自衛隊がいて、そこからミサイルを撃ってるわけですけど、通常この投げ方だったら、この船は2号機のすぐそばに落下するぐらいの投げ飛ばし具合だと思うんですよ。でもこの作画をすることによって、重みっていうのがものすごく伝わってくるわけですね。実際この今のシーン、今、37秒のところで僕止まってるんですけど、このまま実際船を投げ飛ばした場合、船の先端がもうすぐそこ、湖のすぐそこに落ちるはずなんですけど、なぜかこの船はこのまま水平移動をしていって、湖の端まで行って、ちゃんと船のこの切っ先っていうか、頭から湖岸にこう船が着地というかするわけですよね。実際には多分ありえないと思うんですけど、角度的に。ただ重さというのを重視した場合、この書き方が正しいわけですよね。で、船がミサイルにぶつかってゆっくり崩れていって爆発すると、ここもスローモーションで描いていますよね。実際はこんなにゆっくりになるわけないわけですよね。ガーンってやったらもっとドーンって、崩れていくんですけど、まあ、遠くにあるもの、そして大きいものっていうのはゆっくり崩れるっていう感じがするわけですよね。遠くにあるからすごくゆっくりに見えるっていうのもあるし、重いからその重さ、実際はもっとね、船がここでバラバラになってるわけですから、ドーンってドーンってどんどん落ちていくはずなんですけど、ゆっくりグラーってなっていくところに、まあ、重さを感じるわけですよね。で、そこまではスローモーションにして、爆発はむしろスピードアップしてドドドドドーンと描いているっていうところがすごいわけですね。この重さ、そして爆発っていうのをすごく表現しているとなりますよね。で、その後アスカの、表情が映ります。まあまあ分かったわみたいなこと言ってるところですね。ここ煽りで撮ってますね、下からカメラ、下からこうアスカを捉えているっていうことですね。これアスカを煽りで撮るシーンがすごくこのシーン多いわけですけど、まあ全部じゃないですけどね。煽りでアスカを撮るってことは、つまりアスカは希望に満ちた思いを今抱いているっていうことが伝わると思うんですよ。これ真横から撮ったりとか、正面から撮ったりするとそこがあまり強調されない。煽りで、下からの煽りでこう撮るからこそ、この希望、上に向かって希望みたいなそういう感じでこう見えてくるわけですね。だからアスカは一回画面の左側を見てて、その次さらに右上を見るっていう動きをしてますよね。このシーン、非常にアスカのこの希望に満ちた心っていうのが表現されてるんじゃないかなというふうに思います。で、ママって言った後に、こう真っ赤な画面背景の中でアスカに向かってミサイルがね、またボーンと2号機に向かって落ちてくるっていうシーン、非常に怖いですよね。アスカの心の中はすごく今晴れ晴れとして、復活という感じがあるにもかかわらず、実際の2号機のこういうシーンになるとすごく赤くて、怖いという感じが表現されていますよね。このあたり、もうアスカが復活してすごくわーってやったーって観客は思ってるけど、どこか不気味というか、何か悪いことが起きるんじゃないかっていうこの背景、それも表現されてるんじゃないかなと思いますね。で、青空に向かって飛んで、アスカに向かって、2号機に向かってミサイルがどんどんシューッと来るけど、それを2号機が全部かわすっていうシーン、これ正直ね、ここももっと派手な動きもできるはずなんですよ。でもあえて多分しないんですね。2号機があまり動かずに、ミサイルだけがこう紙一重で避けていくっていう描き方をしてますよね。ここ多分ですね、演出意図としてはアスカがミサイルを避ける
のではなく、むしろミサイルがですね、アスカを勝手に避けていってるぐらいな、そんな感じのものを描いているのかなという感じがするんですよね。もうなんていうの、この瞬間全てがアスカに味方しているというか、そんな感じかなっていう感じがするんですよね。私を守ってくれているとか、この辺もね、アスカはずっと上向いてすごく希望に満ちた感じがありますよね。この後のアスカの境遇を考えるとね、恐ろしいわけですけど、でアスカが希望に満ちてこうやってなってるので、この下に落ちていくシーンもずっと煽りで、下からの煽りで撮ってますよね。で着地、ここもスローモーションになってます。でロケットがぶつかるけど、そんなのはお構いなしっていう、この感じも、この映像的にはすごく衝撃的な映像じゃないですか。完全に顔面にミサイルがぶっ刺さってるわけですからおい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 みたいな感じになるんですけど、ただアスカにとってはもうどうでもいいみたいな感じなんですね。このミサイルなんてどうでもいい。だからこのシーンはお腹とか足とかじゃなくて、顔にミサイルが当たっているっていうのがおそらく大事なところであって、顔面にミサイルが当たってるけど、アスカはそんなことを無視してるっていうところが、今のアスカの興奮状態を表してるというかね、アドレナリン出まくってるというか、そういったのを表してるのかなと思いますね。で爆発して復活、ここにいたのねママって、すごくアスカは晴れやかな顔してますけど、その後の2号機の映像はすごく怖いですね。赤いね爆発の中で目だけがギャーンと4つ光っているっていう、ものすごく怖い映像になっています。アスカ自身はすごく晴れやかな気持ちになっているにもかかわらずっていう、ここの対比がやっぱり観客見ている僕たちにとってですね、アスカ復活したのは嬉しいけど、でも何かどこかやっぱりっていう感覚をずっと持たせ続けているっていう感じがありますよね。フィルムワークス上映プロジェクト、プレチケ、8月7日日曜日15時30分から池袋ヒューマックスシネマズで、すぐわかるをセレクト上映を開催します。上映作品はスナッチ、ガイリッチー監督、そしてなんとブラピが3番手、当時無名のジェイソン・ステイサム主演の痛快クライムコメディ映画。ガイリッチー監督に惚れ込んで破格のギャラかっこショーでブラピが出演した、あの伝説の映画が大スクリーンで蘇る。上映後にすぐわが登壇します。スナッチを大スクリーンで見るチャンスは二度とないかも。皆さん劇場で待ってます。でこの次、美里さんとシンジ君が車で移動しているというシーンになりますね。ここ美里さんが運転しているこのハンドルとかこの腕の間から、シンジ君がもう心を閉ざしているシンジ君が見えるっていう、このアングル、まあシン・ゴジとか、まあ、シン・ウルトラマンとかでもよくあったこのアングルですよね。誰かの隙間から主人公が見えているっていうやつですね。まあ、シン・ウルトラマンの正直あのアングルはいまいちだったわけですけれども、このアングルはすごくいいですよね。この手前にミサトさんがいて、奥にシンジ君が、そのミサトさんの間からシンジ君が見えているっていう、このシーン、このシーンすごくシンジ君、そしてミサトさんっていう人の今の対比がすごく分かりやすく描かれていると思うんですよ。まあラジオから聞こえるね、アスカは生きてますっていう声に反応するシンジ君というところが映るわけですけれども、このシーンミサトさんはほぼ動かないわけですね。でもシンジだけがそれに反応している、ここが2人がアスカのことをどう考えているのかっていうのを物語っているというか、ミサトさんからするとアスカは生きてますっていうこのラジオ無線に驚きがないわけです。そりゃそうよ、アスカは生きてる、私は分かってたわよっていう感じがあるわけですよね。でもシンジからすると、え、あんなにもうダメダメだったアスカがまだ元気なのみたいな、ここでアスカに対する2人の評価の違いというか、そういったのが分かるんじゃないかなというふうに思います。まあ、この後アスカが、アスカ生きてますって言って、シンジ君がピクッと体が動くわけですね。ここのピクッっていう演出、ここはどうにかしてシンジがアスカが生きていますということに対して反応しているっていうのを見せるためにピクって動いているんですけど、ここどうですか。僕このピクっていうのはね、あまり気に入ってません。ちょっと動きすぎっていうところがある。でもアスカ生きていますっていう
言葉に反応したシンジ君っていうのは絶対に必要ですから、何らかの反応はなきゃいけないわけですね。でシンジ君が反応したってことに観客が気づいてもらえなきゃどうしようもないんですよね。だからおそらくいろいろ考えた結果、観客が気づくことができる最小限の動きっていうことでこのピクっていうのを入れたんだと思うんですけど、ちょっと動きすぎというか説明的すぎるっていうふうに、まあ、多少思うんですよね。ただ多分カメラアングルとして例えばシンジ君の目をちょっとハッとさせるとか、そういったありえないカメラアングルにしたくなかったんだと思うんですよ。今この車の中に、シンジ君は乗っていて、まあ、体育座りみたいな感じでもうデラオとなっているこの状況の中でシンジ君の目をカメラが捉えるってことはまあ不可能ですよね。となるとこの今見えている部分でシンジ君が反応したってことを描かなきゃいけないわけで、まあそうなるとあのピクってやるしかない、もうそれ以外の正解はないっていうふうに思うんですけど、ただ説明的すぎるってちょっと僕は思ったりはまあしますけどね。でまた場面変わって2号機、どん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 攻撃を受けているっていうシーンですね。このね、まあ栄光弾で撃ってくれてるんですごく分かりやすいわけですけれども、このシューンと弾が飛んで2号機に当たって跳ね返る、カーンって言って跳ね返るっていうあの描写ね、これも実際にはありえないですよね。ちょっと弾が遅すぎますもんね。こんなに見えるね速度でヒューカーンヒューカーンって弾が2号機に当たって跳ね返ってるわけですけど、弾の時速が遅すぎるっていうところがまああるわけですけれども、ただこの弾が飛んでいって2号機に当たって2号機には全く傷がつかずに跳ね返るっていうのをどうしても多分描きたかったんですね。それはもちろんエヴァなんでこんな弾程度じゃ何ともならないっていうのはまあみんな分かっちゃいるんですけど、それよりも何よりもですね、今のアスカには今の2号機には何の武器も通用しねえんだぞっていうことを強調したいんだと思うんですよ。それを強調するためにわざわざカーンっていう跳ね返りを目立たせているんだというふうに思います。ということで次はあれですね、戦略自衛隊がケーブルを切れというふうに言ってるわけですね。弱点はケーブルだということでケーブルを切る、ケーブルを切る映像になるね。2号機は後ろを向いているっていうシーンですね。でケーブルが切られて内部電源になってアスカが後ろを向いてチッというこのシーン、アスカの、まあ、斜め後ろからの映像になってるけど、これも当然意味があって、イメージとしてはさっきケーブルを切断した映像がありましたよね。そのケーブルを切断した映像からカメラをパンしてズームしたみたいな、そういったイメージでアングルはできているわけですよ。だからすごくシーンとシーンに連動性が生まれるわけですよね。これもしアスカを正面からチッっていうねシーンをアスカの顔正面から描いちゃうと、そこで一旦途切れちゃうんで、この時間的な連動性が途切れちゃうんで、ケーブルが切れた方向からカメラをそのままパンしてズームしたようなアングルから撮ることによって、こう時間的なパッパッパッっていう連動性が生まれてるんだというふうに思うんですよね。でアンビリカルケーブルを取ってやったるでという正面からの顔になるわけですね。で2号機にまあどん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 当たるけど全然何の問題もないと、 AT フィールドがあるんだからバーッとやりますね。 AT フィールドをまあ攻撃の道具として使うみたいな、ありましたよね。ここ一瞬ね画面が曇るんですよね。 AT フィールドをバーッてやった瞬間画面が曇るんですよね。あれは AT フィールドの影っていうことになると思います。でそれによってなんかヘリコプター的なやつがどん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 壊れていって、でここですね、振り返った振り向いた2号機の正面から手がガーッと出てきてこのヘリコプターを掴むっていう、このアングル、この構図、いやーもう完璧でしょこれもし何でもない遠目からの映像で撮ってたら全く面白くないんですよ。ここ正面から掴みに行った2号機を描いているから、まあ、迫力がものすごく出るわけですね。でヘリを一旦叩いて、動いているヘリを掴んで向こうに、今度向こうにあるヘリにぶつけるという、ここもアスカの動きはもう次のヘリの方向に向いてるのに2号機はまだ体制的には動いていないわけですね。
先にアスカの動きを見せて、その後ゆっくりと2号機を動かすということによって、この重みっていうのを表現しているわけですよね。で、まあ、これはそういう技術だと思うんですけど、ゆっくり、重いものを持ってゆっくり動いているのに、ぶつかった瞬間だけちょっと、こうテンポが速くなるっていうか、作画が速くなるというかね、ドーンみたいな、このあたりもね、すごくいいですよね。で、機関銃を撃っているヘリ、煙幕がガーッとね、煙がバーッと舞い上がって、その煙の向こうから2号機が見えるっていうこのシーン、うわー、もうここは本当に素晴らしい。このシーン僕はっきり覚えてます、映画館で見た時のことを。まあ、この後かかと落としをするわけですけれども、この迫力はちょっとね、今まで見たことない迫力の映像でしたね。ただ煙幕の中から2号機が出てくるっていうだけなんですけど、この構図、このアングル、今まで結構どっちかっていうと2号機は引きで撮られていたんですよね。この腰よりちょい下ぐらいの映像ばっかりが結構多用されていたわけですね。まあ、頭から腰ぐらいまで、もしくは全身、あとはすごく引きね、そういったものばっかりここまで出てきた中で、ついにやってきたこのバストサイズというか、その2号機、ここの迫力はちょっととんでもないですね。で、何をするかと思ったらかかと落としですよ。僕、まあ、この映画学校をサボってですね、友達5人ぐらいと一緒にですね、初日の初回に見に行ったんですけど、本当にこのシーンは歓声が上がりましたよ。そのぐらいすごかった。おーってなった。このアニメーションとしての見せ方の僕たち観客に向けての興奮、これが凄まじいなというふうに思いますね。足を上げるところまではアップで撮って、下げるところは引きの絵なんですよね。まあ、この頃ね、アンディ・フグが流行っていたぐらいの時代ですよね、多分ね。K1 全盛期みたいな、そんな時代だったからこそのかかと落としっていうところが、まあ、あるのかなというふうに思うんですけれども、ただかかと落としを見せるんじゃなくて、アップのまんま足が上がるところまでをアップで見せて、で引きで足を落とす、でこの引きで落としたところを見せたことによって、この破壊力の凄さっていうのが、まあ、見えてくるわけですね。で、持っていたヘリの尾翼みたいなのを投げ飛ばして、次のヘリを倒して、後ろから来たやつをまた回し蹴りをして、その破壊された機体から炎が上がって、それが、その炎が画面全体を覆ったら、また違うアングルになるわけですね。もう本当に足元からの煽りの映像になります。だからこの炎のところは、実際カメラはガーッと一気に移動しているっていうことになるわけですよね。あの炎のところから煽りで撮ったわけではなくて、あの炎が上がったと同時にカメラは2号機の足元までワープして、そこから煽りで2号機を撮ったわけですね。で、煽りの2号機の顔のアップでおしまいと、でネットフリックスとドドンとまあなるわけですけれども、この煽りっていうのが、アスカのね、操縦席のアスカの煽りを見ていた時は、ずっとこの希望に満ちた感じ、復活したアスカ大復活っていう感じの希望に満ちた感じで煽りが使われていたんですけど、最後のこの2号機の煽りのシーンはすごく怖い感じ、中の操縦者であるアスカはなんか希望に満ちてるような感じがあるみたいだけど、実際はここから恐怖が始まるんだぞっていう感じの煽りの映像になっているわけですね。ということで、まあ、勝手に僕がベラベラとこの2分30秒の映像について喋ってまいりましたけれども、すべてのシーンに意味がある、すべてのアングル、すべての構図に、意味があるわけですと僕は少なくとも思うわけですね。まあ、とにかくネットフリックスがね、ここのシーンを切り抜いて YouTube に上げたのはありがたいというふうに思うし、このたった2分半のシーンですけど、このやっぱ当時のスタッフたちの情熱というか、そういったものが伝わってくるなというふうにやっぱ思いますね。ということを、まあ YouTube 見てたらたまたまね、この切り抜きが上がっていたんで、ちょっとこれについてしゃべろうというふうに思って急遽録音してみました。いや、やっぱこういう
映像はね、アニメならではだなというふうに思いますね。まあもちろんこの短いシーンでも不満点はあるっちゃあるんですよ。まあさっきも言ったこのシンジ君がピクってなるところがちょっと説明しすぎかなっていうふうに思うっていうところもあるし、まああとあの船を傾けてねミサイルを防ぐシーン、あそこをもうちょっと船にいっぱいミサイルが着弾してくれてもよかったんじゃねえかなっていうふうに思ったりもするんですけど、その何ドーンって当たったところはいいんですけど、その後ねジャ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 ってまだずっとミサイルが飛んできてるじゃないですか。そのシーンはあれ1発2発ぐらいしかこのミサイルが当たったっていう描写が多分ないと思うんですよね。ちょっともう一回見てみようか。傾けた1発目はドーンってなるんですけど、投げてる途中ですね、投げてる途中のシーンはほとんど船に弾が当たってないんで、ミサイルが当たってないんで、あれはもうちょっと当ててほしいっていう思いはまあありますけど、まあでもしょうがないっちゃしょうがないですけどね。もう限界っていう感じもあるのかもしれないし、もうそこまでやったらもうただでさえ納期遅れてんのにもう無理だよみたいな、そんなのがあるのかもしれませんけど、まあでも素晴らしいシーンですこれはね。本当によくぞ気抜いていただきました、ありがとうございました、ネットフリックスということでした。こんな2分30秒のシーンのことを長々と喋ってしまい、申し訳ございませんお聞きくださいましてありがとうございました。すぐはカルオでした。バイバーイ。